前田正弘と申します。陶芸を始めて50年になります。子供の頃から絵を描くのが好きだったので、そういう道に進みたいと思い陶芸の世界に入りました。なんとなく何を作ろうかなといつも考えてるんですけど、展覧会の前になるとそれを煮詰めていきまして、それで今やりたかったものを作るようにしています。やっぱりそのためには足で歩いて博物館に行ったり美術館に行ったり自分なりに勉強しているつもりです。日本では例えば陶器って四季に応じて野山の花とか描くのが普通だったりするんですけど、そういうことは今やめて、意外となんていうんですかね、感情的にならないような感じでこういう幾何学模様をやっています。柔らかい粘土を引いてそれを削って素焼きして釉薬をかけて本焼きにします。それに黒をかけて750度で焼き付けます。その上に私はテーピングをしてマスキングをしてブルーを叩いて750度で焼きます。この工程を繰り返し何度も焼くと完成です。こういうプロセスの仕事をしております。工芸の未来は私はよく分かんないですけど、陶芸の仕事って毎日やってても楽しいんですよ。工芸は技術がものを言う世界ですが、技術が向上して同じことをやっていても相手が自然のものなので、出来上がりがいつも同じじゃない。成り行き主義というか、楽観的じゃないと頭と体が持たないんです。そこを面白がれて人に使ってもらうものですから、喜んでもらえるよう工夫もしないといけない。それが認められれば収入にもつながるという、好きな仕事が飽きないに通じるんです。だからこういうのがだからみんなにその伝わって、だからもっと工芸の世界に人が入ってきてくれて新しい才能が入ってくると、もっと発展っていうのはどうかと思いますけど、まあ廃れないと思いますよね。私は楽しいですし、やってる人も多分楽しいと思います。だから未来は明るいと思います。楽観的ですけど。今回の催事をオリンピック・パラリンピックで来日予定だった海外の皆様にご紹介できなかったのはとても残念でしたが、このようにオンラインで発信できるのは本当にありがたいことです。神奈川県として輝く未来が見える神奈川2021号は、共に生きる大きなテーマに掲げています。私の専門は陶芸ですが、簡単にできるワークショップも、今回は動画を撮って開催しています。幼稚園の子から大人まで楽しく制作できるものです。いろいろ広がることを願っています。